こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。月曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。年末年始の休暇を終え、バンコクへの U ターンラッシュが続いています。新型コロナウイルス感染でバンコクの21区で感染が確認されています。東部3県のロックダウンはないと明言しています。プライト首相は新型コロナウイルスの蔓延を抑えるため国民に協力を求めています。今日のニュース展望は文部省の教育改善計画についてお知らせします。それではまず初めのニュースです。年末年始の休暇を終え、バンコクへの U ターンラッシュが続いています。運輸省陸運局は年末年始の休暇が終わり、バンコクへの U ターンラッシュでの交通と安全を管理しています。長距離バスターミナルでは COVID-19 新型コロナウイルス感染予防措置が厳格に実施されているほか、プライト首相の命により飲酒運転の取り締まりを強化しています。陸運局チャルート局長は昨日、バンコクのバスターミナルでは新年の旅から戻ってくる乗客に対応する準備は万全だと述べました。2021年1月2日から4日まで、長距離バスのほとんどが午前4時から午前7時までにバスターミナルに到着します。陸運局は乗客の安全を確保するため職員を派遣し、バンコクとのチャドチャック、エカマイ、モロモ、マハ、チョナミの3カ所のバスターミナルおよび全国のバス停、陸運局の駐車場に臨時の乗客保護および駆除センターを設置しました。運転手と乗客は検温、車内でのマスク着用、バス停での指の消毒など新型コロナウイルス感染予防対策を守ることを厳しく義務付けられています。乗客はバスターミナルなどでは QR コードをスキャンし、チェックイン・チェックアウトを申請し、行動履歴を登録する必要があります。 QR コードを使用できない場合は手書きで連絡先、乗車時間などの情報を記載します。これは新たに新型コロナウイルスへの感染が見つかったとき、接触した可能性のある人へ容易に連絡することを可能にするものです。陸運局は乗客が全員バスを利用できるようバスターミナルへ臨時のバス運行を追加するよう命令しています。バスの運転手は十分な休息をとり、薬物検査に合格し、運行前にはアルコールを摂取しないよう厳しく指示されています。ライト首相は交通事故の原因の1位は飲酒運転であり、休暇中の交通事故が急増しないよう注意を呼びかけています。また首相は関連機関に対し、
新型コロナウイルスの蔓延を防ぐための措置と並行し、より厳格な交通事故防止対策を実施するよう要請しました。各幹線道路の検問所では、車両とドライバーの両方の安全をチェックし、一般車両もドライバー、乗客全員に検温を行っています。運輸局は飲酒運転、スピード違反、シートベルトの着用などで違反が見つかった場合は、法的措置を厳しく取るとしています。これはオートバイにも適用され、ヘルメットの着用、アルコールのチェックなども確認しています。次のニュースです。新型コロナウイルス感染でバンコクの21地区で感染が確認されています。バンコク都庁はこのほどバンコクの全50地区のうち21地区で新型コロナウイルスの感染が確認されたと明らかにしました。またバンコク都庁は都内で新たに2人の新型コロナウイルス感染が確認され、感染者が合計63人に増加しました。1月1日には娯楽施設などを1日夜の午前0時から営業停止とすることを命じています。都庁のコンサコン広報担当によりますと、娯楽施設などで感染拡大が起きていると考えられることから、これらの施設を無期限に閉鎖することを決めたものです。営業停止の対象は水遊びができる施設を備えたウォーターパーク、遊園地、子どもの遊び場、飲みの市、水上マーケット、ビリヤード場、ゲームセンター、インターネットショップ、インターネットカフェ、統計場などとなっています。またバンコク都庁運営の学校は2週間休校とされることになりました。次のニュースです。東部3県のロックダウンはないと明言しています。サピット副保健大臣によりますと、保健省は新型コロナウイルスの感染確認が比較的多く報告されている東部、ダヨン県、チョンブリー県、チャンタブリー県の3県を対象に、厳しい移動制限を導入するよう、新型コロナウイルス感染症対策センターに要請する予定を明らかにしました。これら3県における感染は、ほとんどが違法賭博場に出入りしたことが原因とみられていますが、そのため感染した人が保健当局に申し出ずに感染の実態が明らかになっていない恐れがあると指摘されています。このためこれ以上の感染拡大を防止するために厳しく移動を制限する必要があるとしていますが、今のところロックダウンする予定はないと述べています。次のニュースです。ライト首相は新型コロナウイルスの蔓延を抑えるため国民に協力を求めています。ライト首相は新型コロナウイルスの感染は小さな過失が広範囲の感染の原因となる可能性があると警告し、各地域での新型コロナウイルス感染予防措置に厳密に従うよう国民に呼びかけました。首相は COVID-19 新型コロナウイルスの封じ込みに関して一部の人々による過失と不注意があったことを心配していると懸念を表明しました。3日、新型コロナウイルスの国内感染拡大を受け、レッドゾーンの28都県を対象に、1月4日から新たな感染対策などを実施すると、プライト首相は官報の声明で発表しました。新型コロナウイルスの症例数は多くの都県で増加し続けており、リスクが高いと考えられる場所へ行ったり、活動に参加したため、新たなクラスターが報告されています。プライト首相は各県により異なるものの、それぞれの規制を厳格に守らなければならない、すべての人々が家族とコミュニティを安全に保つ責任があると訴えました。一般市民は他人との密接な接触を避け、人混みの予想されるイベントなどへの参加を控え、マスクの着用、社会的距離の確保、頻繁な手洗いを行うよう求めました。官報の声明では、学校などの教育機関の業務休止、パブ、バー、カラオケを含む娯楽施設の営業禁止、宴会、会合、セミナー、事前イベントなど、感染リスクの高い活動の禁止を命じています。客の人数を制限し、持ち帰りサービスを提供し、アルコール飲料を販売しない場合、飲食店とショッピングセンターは営業可能ですが、感染リスクの高い活動の禁止を命じる制限を各県知事に付与するとともに、リモートワークの推奨、都県をまたいで移動するものの健康チェックの強化、
各都県への状況改善に伴う制限措置緩和の権限の付与も発表されました。プライト首相は政府の規定や発表に基づいて行動すればタイは新型コロナウイルスの新たな感染拡大の波に勝ち新型コロナウイルスを封じ込めることができると国民への協力を強く求めました。次のニュースです。今日のニュース専門は文部省の教育改善計画についてお知らせします。文部省は学校での教育の質を改善し複雑な校則を合理化しより多くの外国人教師を雇用する方針を明らかにしました。ジャガポン文部大臣は予算など特定の目標を達成するために妨げとなっているいくつかの制限があったがそれらを解決するために改善策を取り入れた2020年の文部省の全体的な政策を発表しました。文部大臣は複雑な教育問題を軽減するには既存の規制を合理化および改善する必要があると訴えいくつかの時代にそぐわない規則は取り消す必要があると述べました。ジャガポン文部大臣は文部省は今年学習活動を改善しながら授業時間の短縮や地方の学校の開発など目標を達成するために明確な行動計画を採択したとしています。文部省は先の国会で新たな学校給食予算を提案しました。これは小規模な学校が中学新たな形での合併が進んでおり学校給食の予算計画は学校が合併された場合の問題を軽減するものとなっています。また外国人教師の雇用促進し雇用手続きを複雑にしている既存の規制に対処すると同時に人材資源開発センター EDDP プラットフォーム個人開発計画など他のキャンペーンを活発に支援していくとしてこれらは教育システムを改善する機会を増やすことにつながると期待されています。以上ラジオタイランドの小島秀夫でした。ごきげんよう。さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.